こんにちは。いい曲をありがとうございます。今回のソーファイアね、もうタイトル見た時にむちゃくちゃ激しい曲なのかなと思ったら、なんかすごく穏やかというかね、優しい口調で、語りかけるような、そのゆっくりと炎が揺れるようなね、どちらかというとなんかこの、まあ、炎っていうんですかね、うん、温かい柔らかい炎が揺らめいているような、そんなね、イントロかなと思いましたね。歌詞はしっかりと足場を踏み固めるような感じで、ついつい次のね、ワードを聞いてしまいたくなるような、そんな曲だったと思います。なんていうジャンルになるんですかね、これはね、まあジャンルにこう押し込める必要は全くないと思いますんで、まあ、この曲がこのジャンルというね、なんかそういう解釈でよろしいんでしょうか。私もね、いろんな曲を聴かせていただく中で、こういう曲もっともっと多くの人に届けたいなと思うばかりですから、もしね、まあ、いつかよろしかったら、私のね、更新連絡で、速稼塾の更新連絡でね、他の塾生さんにも聞かせてあげたいなとか思いますんで、その時が来たらよろしくお願いします。またね、お話できればと思います。で、やっぱお忙しいとは思うんですけども、やっぱこう理想的にはね、この創作活動、音楽を作るっていうことからキャッシュを得るようになると、その今ね、音楽活動するためにこっちで稼ぎがいるってものがイコールになるとね、音楽が人を励まして、そしていたわって、そして勇気づけて、癒してですね、で、それによる対価をいただいて、でみんなが良くなると思うんですよね。だからその日を目指してしっかりとまたやっていきましょう。私もね、応援できることがあったら進めていきたいと思うんですね。よろしくお願いします。まあ、できればね、私がこうやって話してるバックで緩やかにかけたいなと思ったんですけど、それはまあそういうわけにいかないと思いますんで、今回も BGM なしでお届けしました。またメッセージいただければ幸いです。本当に毎日毎日ね、連絡が来るんじゃないだろうか、今日は来るんじゃないだろうかと思って待ってますけども、ただあんまりプレッシャーに感じないでください。ご自身のペースでね、緩やかに、そしてしっかりとやっていくことが大事だと思います。それでは会える日までまた、ごきげんよう。